はい、速稼塾の久保です。今回ね、紹介するのはこういうね、何ですかね、 SD カードのケースなんですよ。 SD カードがこのケースにはこうやって2つ入るんですね。こことここにこういう風な感じでね、2枚入るでしょ。で、これ USB が付いてますよね。 USB をぐるっと開けて、で、挿せるんですよ、パソコンとかにね。で、挿してどうするのって言ったら、このしまってあるSD カードありますよね。抜けないな、これ。はい、この SD カード。SD カードをね、例えばここにスロットルがあって刺せるんですよ、ここに。2枚刺せるんですよ、こことここ。で、マイクロ SD カードありますよね、マイクロ。このマイクロはこっちに刺せるの。こっちにね、こういうふうに。で、2枚刺せるんですよ、また。これ、すごい使えますよ。うん。こうやって、普通のケースと、同じようにも使えるし、こうやってね、カメラとか持ってる人とかとてもいいんじゃないですかね。で、出張でパソコンとか持っていく人もこれ1個あったらスカスカスカっと使えます。本当にこれすごく良かったです。うん。